暴行暴言などパワハラ疑惑を持たれている間進むグループ長両氏の議会長のつまり明記一部財団理事長に対する警察の捜査が本格化している。警察は被害者と参考人の供述を受けるなど、証拠収集を終えた後、理理事長の召喚辞典を検討する方針だ。7日、警察によると、 ソウル地方警察庁広域捜査隊は、収集した被害供述を整理分析して、追加の被害者の確保に乗り出している。警察は前日理,理事長に対して、暴行などの一部の容疑を確認し、被疑者として刑事立件した。これまでの内定捜査を正式捜査に転換した措置だ。 警察はできるだけ多くの被害供述を確保後、理事長を召喚するという方針だ。警察関係者は、被害者と参考人調査がまだ残っている。その後、理理事長の召喚時点を検討すると明らかにした。